からこんな大喜利が始まって始まります。で今日も前夜祭ということで、もう今日から実際ね始まっておりますけれども、まあ、我々は、徳島エヴァゲスト、南越谷で、頑張っていきたいと思います。来週27日、28日は南越谷青木がある。ただまあ残念ながら外での演舞はございません。あのコロナの関係でありますけども、南越谷青木の、ホームページをご覧いただければホームページね、予約に入ることはできるようになります。もしよろしかったらホームページで。はい、今日は45分、もう一旦今度ちょっと終わりましたけど、まだ5時まで、アウトレット行って、また森に帰っていくということで、どこまで思っておりますので、また皆さんとお会いできればよろしいかなと思います。あと私たちはチーム森ということで、この7年が一つの大きなグループを作っている、もう一つチーム風というのが、またどっかでこうやって踊っている準備を回っておりますのでね、そちらもまた応援があっていただければありがたいかなと思います。はい、ではこれで終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。